割と10月31日の午後、夕方ぐらいですかね。あわ夕方ゃないか3時15分ぐらいなんですけども、えっ、ー、と、1本前に出した雑談動画の中で、えっ、ー、と、まあ、あるところに、まあ、ある企業の本社にお邪魔をするので、えー、1本取ったら出かけますみたいなことを多分言ったと思うんですね。で、それに行って帰ってきましたっていう段階なんですけども、 ええと、まあ、あるプロジェクトを進行していまして、それについてね、めちゃくちゃ喋りたいんですけれども <laughs>、あの、これ、情報回帰になるのが、2025年の2月の下旬なんですよ。なので、この雑談動画が出るのは多分12月の頭ぐらいじゃないかと思うんだけれど、まあ、到底言えないので、もう本当に言いたくて、言いたくてしょうがないんだけど、もうなんか、なんてのこの辺まで出てる感じなんですよね。ジェスチャーが欲しいですけども、まあ、あのね、あの、はい、適切なツッコミはできましたか えっと、それを置いといてですね。あの、どこか知らない場所に行くときに、まあ、あの、車の、車で行く場合ね、カーナビであるとか、あるいは、えっ、ー、と、Google の、えっ、ー、となんて、Google マップか、のナビ機能を使ってそこまで行ったりするってことあると思うんですけども、えっ、ー、と、僕はですね、なんていうか、なるべくナビを使わないで行きたい人なんですよ。 で、そういうときどうするかっていうと、その目的地がまずどこにあるかってことを確認して、これは家を出る前にマップ Google マップ、パソコンなんかの Google マップで確認して、で、そこまでの、えっ、ー、と、まあ、ルートをですね、覚えるんですよ。 で、覚えて実際に当日向かうときはナビを基本使わないと。まあ、ただ、例えば、絶対その時間に使わないといけないような約束の場合には、それはナビを使います。つまり、自分が覚えてきた道を通っていこうとしたときに、渋滞が発生しましたと。その渋滞によって、予定している時刻につかないっていう可能性が出てきて、それは相手に迷惑かかってしまうので、まあそういうときは自分で調べた道を行きながらも、一応ナビをつけとくってことはします。見ないけど。 で今回もですね、その行きと帰りどうするかってことを予習したんですよ。その企業さんの本社、企業の本社がある場所までの、まあ、えー、道ですよね。の行き帰りについて予習をしまして、その行き帰りの道の近くにですね、えっ、ー、と、あるスポットがあることに気づきまして、これは行くしかないしょってなったんですよ。ちょっと編集でここに画像入れようかな。 <laughs> これ、すごくないっすかこの、竜が五千頭登る聖天宮っていうですね、すごい、こう、竜が五千頭って言われた段階でもうなんだか、なんていうのかな。 まあ、皆さんはどうかわかりませんけど、僕の場合にですね、ちょっといろんな事情があって興奮したんですよ。で、それはさらに話では脱線しますけれども、時々ここの中で、えっ、ー、と、夢でこういうものを見たので、夢占いを見たらこういう話やったってのをし,したことがあると思うんですけど、えっ、ー、と、最近かなでもいつぐらい数日前に、 見た夢でね本当にどうしてその場面になったかわからないがある一つのシーンだけ多分ね数秒のシーンなんですけど数秒のシーンだけがもう鮮明にこの頭に今頭っていうかどこどこなのかな脳のどっかに刻まれているのがあるんですよでそれは場面で言うとまあ森なんですよで森の 木がこう生えていて、木のこの一番上の部分、頂きっていうのかなてっぺんの部分がこう、こう、並んでるわけですよ。で、こう、並んでるところの、この、こういう風うに木が生えてると、こんな感じでねこ、これ木の一本一本ね、この辺をね、こんな感じでね、竜が飛んでいくんですよ。で、しかもその竜が金ぴかなんですよ。<laughs> っていう、これね、あの、は竜やと思って、ドラゴン、なんか、 ドラゴンみたいな。ドラゴンって自分の思ったのは確か竜じゃなくてドラゴンと思ったんだけど。ほんで、朝起きた瞬間に、これは、今までの経験上、絶対いい夢でしょうって思って、そこでこう、夢うい占いのサイトを調べたんですよ。そしたらそれは、まあ、金運と仕事運がアップするっていう夢らしくて。で、まあ、金運はいいですよ。金はいいんだけど、問題は仕事運がアップするってどういう意味だろうと思って、 これどういう意味なんですかね仕事が増えるって意味だったら、その、増えて欲しい仕事と、なんていうのかな増えなくていい仕事があるんですけれども、言っちゃいけないのかな <laughs> とにかく、あの、まあまあまあ、でもその、いい夢としての仕事運が良くなるんであれば、まあ、歓迎するべきことかなと思いましたけれども、まあそういう、結構最近、その、竜を見たので、見たって頭を、この夢の中で見たので、 なんか5,000頭の龍が昇るって見た段階でこれ行くしかないでしょって思ったんですね。でこれ調べたら道教っていう宗教のお宮さんっていうか神社というかお寺みたいな場所なんですよ。で道教って何ですかって言われた時にこちらにですね、まあ、前に見せたかもしれませんけども大学受験用の倫理の用語集がありましてその中に道教で説明が載っているんでちょっとそれを引用しますね。 漢、えー、の,の時代の末頃に道家の思想にさまざまな民間信仰が融合し仏教の影響が加わって形成された宗教。現世の幸福をもたらし不老長寿をかなえ先人になるための術を説く。だったらしいんだよ。要するにあのー、日本の宗教ではないんですよ。あのー 中国、台湾とかのね、えー、宗教らしいんですけれども、ほんで、道教の、これ、お寺っていう言い方が多分適切ではないので、お宮っていうのがいいと思うよ。その、先天宮っていうふうに、お宮さんの宮っていう字を書くんで、まあ、お宮さんっていうのがいいかなと思うんですけれども、日本で最大らしいんだ。最大級って書いてあったから、確か、らしいんですよ。で、なんでここやねんっていうふうにさ、あの、この地元の方には大変してるですけれども、なんでそこやねん ってでもとにかく、えっ、ー、と、台湾からわざわざ大工さんとかを呼んできて、15年の月日を費やして作られたらしいんですよ。で、これ、あの、Google のストリートビューとか見ても、なんかね、普通にこう、ちょっとした田舎道みたいに走ってると、急にドーンって出てくるから、 ええみたいな感じで多分なんだよね。だから、まあ、あんまり観光客が通るような道ではないけれど、知らない人が通ったら絶対泊まりたくなる場所なんですよ。そのしかも、割とでかい駐車場があるんで、止めて、みたいなね。ほんで、その、入り口の前のところに広いスペース、広場みたいなのがあって、そこで結構写真撮る人が、撮ってる人がいるんですよ。これ確かね、ストリートビューの映像でもそうなってるんですけども。ほんで、 まあせっかくなら、せっかくなら中入ろうかなと思ったら500円だったんですよ。で、別に500円は払って、せっかくここまで来てないからと思って入ってて、で、あの、まあ、5000円いるのかなって数えたりしませんでしたけれども、やっぱり日本とは全く違うテイストなんですよね。もうそこの、その中だけ、僕台湾に行ったことないからわかんないけども、台湾テイストなんじゃないかなと思うんですよ。まあ、ちょっとその休憩室みたいなところに台湾のポスターとかね、いろいろ貼ってあったりもしたんですけども、 なんかねそういう普段得られない刺激があったなっていうところですね。最初はだから出発点はその夢の中で、まあ、金の龍はこんななってさ飛んでるのよ。龍が飛ぶってどういうシステムなんだろうね。その物理学的にさあの龍ってそんなにさこういう羽とかを持ってないどっちかっていうとこのなんていうのうなぎにこう。 こんな角が生えてるみたいな物体じゃない多分分かんないけど、そもそも僕ドラゴンの竜のスクワットは間違ってんのかななんかその羽がね、どこにどうやってついてるのか分かんないんで、そのどういう理屈でその揚力っていう浮く力が発生するのかとかさ、揚力うん、分かんないけどさ、まあいいや、置いといて。そのね、夢の中で見たのがきっかけで、Google マップで今日、そのある会社の本社に行くときのこのルートずーっとさ、まあ見ててね。 でそこのす、ちょっと外れたところに、この Google マップの、この、何、スポットみたいな感じで出てたんで、これは行くしょ、行くしかないしょって思ったんだけど、これね、ちょっとまあ、バスとかがあんまり近くを通ってなさそうだったんで、あの、公共交通手段で行くっていうのはちょっと難しいというか、あんまり行きやすい場所じゃないかもしれないですけれども、ちょっとね、あの、面白いっていうという、なんか S っぽいかもしれないですけれども、あの、 うん、台湾が好きな人であればなんかすごいいいでしょうしあの圧巻ですね、うん、久々になんかね衝撃を衝撃的なものを見たっていうか実際にその Google マップを見てからその場に行ったんだけど迫力がすごいですちょっとこのあと編集で僕があの撮ってきた写真を入れてみますけれどもなんかねこんな風になっていましてこれ撮影 OK なんで。 あ,のある一定のところは入っちゃいけないっていう性格ついてるんですけれども、まあ、その、えー、っとガイドさんにねあのここよりあの手前側なら写真撮っていいですよみたいに言っていただいたんで撮ったりもしたんですけれどもいやすごいね行ってよかったなって思いましたね本日はまた。